じゃあなんかむくんでるし。朝食に来ました。今からホテルのモーニングを食べます。1時42分早起き頑張った。でもちゃんと寝たからね。うん、マジでちゃんと寝た。よし、じゃあ見せますメニューを。美味しそうなメニュー。めっちゃトロトロ卵スクランブルエッグ、なんかもうザ朝食みたいなメニューがいっぱいある。めっちゃ美味しそう。オッケーだって。スープカレーある。昨日食べれなかったスープカレーある。取ってきました。スープカレーと、あとこの炊き込みご飯、ホタテときのこ、絶対うまいやつ。絶対うまい、ね、と海鮮パフェっていうのがあった。美味しそう。あと北海道牛乳朝食に牛乳なんて久しぶりすぎるんだけど。どう？わ、うまっ。あっさりしてる。牛乳自体久しぶり飲んだ。ん？あっさりしてるの？結構濃厚？濃厚なのかな。でも別に飲みやすい。さらっとして。なんていうの？ホテルってこと？うん。ここ。こんな感じでもいいんじゃない？ね。うわ、すごい、サラサラ。うん、そっか、カレーって普通こんなサラサラじゃないもんね。北海道のスープカレー初めて食べたね。うん、今日の計画発表しなくていいの？はい、すごいドスピンの寝起きで始まったんですけど、はい、チェックアウトのまでに、まあ、朝ごはん食べて準備して11時チェックアウトします、うん、でその後に白い恋人パークに行って、はい、私たち行きたかった名倉亭。名倉亭じゃない名古屋亭ね名古屋亭っていう回転寿司、うん、北海道に来たら絶対に海鮮を食べたいので、うん、いろんな海鮮を食べれる回転寿司に行きます。でそこで海鮮をたらふく堪能して、であれ、うんそっから結構、まあ、自由行動みたいな、うん、今日は結構割とゆったりして過ごせる気がする、うん、昨日だいぶ歩いたからね。そう、リコの YouTube に昨日の1日目の動画が上がってるんですけど、はい、家から東京から北海道に来た日だから割とずっと1日中動いてた、うん、2万歩歩いてたから今日はまあまあ爆睡だったもんね。すぐ寝た、ね、うん、リコにカーテン開けられて眩しかった、うん、でもどっちもちゃんと起きれてたよね、うん、ヨーグルト絶対なんかやばいよね。やばかったよ、うん、待って、ヨーグルトってこんな美味しいことある？あ、でもヨーグルトだけでも美味しいよ。うん、ヨーグルトだけで美味しい。これすごかった。何のヨーグルトだろう。美味しい。入ってきました。はい、どんぐりでパン買ってきましたよ、はい、飲んでなかったし、パンに合いそうだから。でもヨーグルト、うん、朝のヨーグルトめっちゃ美味しかった。あれ美味しい、マジ教えてほしい、ね、取り寄せたい。乾杯。乾杯。あ、うまっ。濃厚。ヨーグルト飲んでる、マジで、うんうん、ね、これがあったかいの。あったかいんですよ。ベーコンエッグ行こう、まずそれ行こう。一旦ね、スコーン、うん、これもあったかい。偉い、スコーン、これも食べたいの、あったかいうちに。やばーい、ずっと美味しい、スコーン大好き。いただきます。うーん、うん、うーん、おいしい。やばいよ、ふわふわ、ふわふわ系のスコーンが、うんうん、もう完璧ですか、うん、結構マジで惹かれる気がする、私の動画。え、やばいよ、だって昨日大丈夫、みんなあのくらい食べてたよでも今回のテーマ知ってる？北海道食い倒れツアーで、うん、大阪じゃないのにね、北海道で食い倒れするからさ、うんうん、いいんだよね、うん、テーマに沿ってます、うん、自信持っていこう、うん、紹介できてる、いろんなものに、うん、うん、うん、なんかさ、昨日のちくわパンもそうだけどさ、このパンめっちゃうまくない？わかる、なんだろうね、このパン、うん、やばいよね、うん、ちなみにやばいの方言だよ、方言だよ。そうだね、うん、柔らかい、硬いわ、硬い。これはもうリピーターの、はい、
リピータークロワッサン。でかっ。これ私たち一押しの、はい、これやばい。とろーりチーズタルト、うん、これマジエグい、うん、マジエグい。今ホテルをチェックアウトしてきました。恋人パークの方に向かいます。人生初、本当に恋人パークだよ。ということは名前の、はい、名前の通り恋人パークなんで、まあ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 、やっぱストレートのそういう風に言ってくれる方が助かるから。わかる、そうだよね、うん、もうストレートに恋人パークだよね、うん、それを理解した上に行くんです、うん、そうです、ちゃんと心得て行ってきます、はい、すごい雪ロード、ここめちゃめちゃ、わあ、今目の前にじゃじゃーん、白い恋人パーク。白い恋人パーク終了。多いね、この方が異国を感じます。異国です、完全に。名古屋家庭です。じゃあちょっとどのくらい入ってるかな。ザンギあるじゃん、ザントレもある。ちょっと一旦進むの。サーモン、じゃあいただきます。うまい、めっちゃかかってるね。これやばい。はい、ウエストマキ1丁16番スマイウエストマキ1丁15番スマで8コンマ1丁、うん、15番わー、カニくんです。中トロちょっと行ってみました。あ、中トロ行ったんだ、うん、中トロくんです。一気マースマグロー、15番様、暗記も込んでいっています。そして次は揚げ物です。15番、うわ、あ、すごい、はい、盛れます。牧場ネタが大きいし、美味しい。これがお手本です。私たちのロールモデル絶対的に美味しいウニ。ウニ行ってきます。うん、めっちゃサラサラしてるのか。え、サラサラ、うん、スープカレーめっちゃビビってた。え、もうない、うん、すぐ溶けてきた。今食べた私、え、多分ね、食べてたと思う、まあ、多分ここに乗ってたんだよね。で、ないってことは、まあ、食べたと思うんだよね。え、食べた、そうそう、ないってことはね、うん、ないってことは、うんうん、食べてないですね、これもう一回。あ、怖怖い。めちゃめちゃ美味しかった。こんぐらい食べました。そう、今日でラストとか言ってるから早く帰るみたいな雰囲気かもしれないんですけど、飛行機は9時です。9時です、全然余裕、はい、今2時です。これが前食べて美味しかったやつ。にゃーい、美味しい、クッキーサンド、焼きたてクッキーサンド、前食べて美味しかった、すごい。いただきます。いっちゃってください。うん、美味しいですか。いや、美味しい、クッキーが美味しい。いや、そうだよね、甘くて美味しい、クッキー美味しいよね、うん、いいね、ここちょっと見よう。あんこって美味しいよね。美味しい、でもこのちょっと粒あんな感じ、うんうんうん、まあ、何個でもいけるね。めっちゃおすすめです。あ、すごい、でも、え、開いてるくない、でもすごい、すごい、本当に歌ってくれるんだね。すごい、すごい、かわいい。くれますか、もしかしてくれ、急に。まあまだ時間あるね、あと2時間くらいあるってことでしょ。まあホテル戻って今作って結構バタバタかな。意外とね、意外と時間ない、もしかして。一応24分にしとく。じゃあ18時24分発の19時3分に着く。来ま
ました。これはチーズケーキの上にマカロン乗ってる。2.5 時間仕込んだやつ。チーズケーキ。ゆきこんチーズ。これ可愛いよね。これは塩しよう。ああこれよく正方形になってる。本当だ。ちょっと冷たくて何だろうだろう。うん、食べた記憶が先生、あやみちゃん嘘ついてます。嘘じゃない、記憶なくしただけ。あやみ、確か食べた。あやみちゃんがおかしなこと言ってます。あ、もうこれじゃないかも。これの薄っぺらいクッキーみたいなのあった、確か。先生2.5 時間。いただきます。時間もお金で買いました。ねえ、フレーキかと思ったらちゃんとチーズケーキ。え、ごめん、私ちゃんとチーズケーキだと思ってた。ごめんね。そこはやっぱ一泊二日北海道で共に過ごしてても譲れない。何の譲れない、想像以上に美味しいです。これ想像以上に 2.5 時間感じました。はい、想像以上に、はい、わかりました。ください。 2.5 時間感じました。軽いよね、ケーキ。あー、美味しい。え、マカロンこれ色違うよね。うん、多分どっちかどっちかがどっちだと思う。最後見て、たらん、うわ黄色。ドンキ、ドンキ、ドンキカラー、たらん、いっぱいお土産じゃんじゃん買っております。じゃんじゃん買っておりますよ、はい、本当にこんなにいるかなお土産ってくらい買ってます。でも気づいたらお空が真っ暗なんですけど、今からホテルに1回戻って荷物ちょっとまとめて、まあ、今回1泊2日の旅なんですけど、はい、最後、はい、空港を持ってきました。ああ、空港で閉めるんですよね、みんな。なんとね、なんか知らないけど自然と空港で閉まっちゃうんですよ。空港で閉まるっていう計画なんですよ。みんな、あ、またまた、絶対的にみんな空港で閉める、はいはい、やっぱ空港にいろんなものがあるんで、その空港までの計画は本当人それぞれなんですけど、みんな必ず最後の計画、最後のスポットは空港なんですよ。空港になかなか戻ってこない方は、まあ、長期滞在ここで、うん、してるということで、うんうん、はい、2回目面白くないですね。始めたのさ、あなただから全部ちゃんと回収して終わらせてください。勝手に始めたのはそちらです。そうですよね、ごめんなさい、回収できてなかった。ダメだよって言ったよね、はい、あんだけごめんなさい、うん、回収できま、先生言ったよね、あやみちゃん、リコが怖いです。今無事に空港行きの電車、快速エアポートに乗りました。決めてた時間通りくらいに、なんならちょっと巻いた。やっぱ何でもついてるんですよね、本当に。さっきずっと商店街歩いてたんですけど、商店街5個くらいの信号突破してきました。そのまま信号全部青で突破してきたんで、なんか本当にいろいろついてる。暑い。本当に暑いよ。室内。何回食べても美味しいな、これ。マジでこれ、どんぐり行ったらこの、うん、タルト食べてほしい。どんぐりは結構行くの王道かなと思ったけど、うん、行った方がいい、うんうん。最後、締め。また寿司です。黒です。黒だよ、ね、めっちゃ粒大きいね。輝いております。さっき食べれなかったから。確かに。縁側も食べれなかったから。リベンジ。はい。いただきます。いただきます。でもネタ大きいよね、本当に。北海道大きい。えぐい三冠が来ました。ウニとイクラとカニ味噌、やばい、私の大好き軍艦三種盛り。どうですか、口の中が、はい、泳いでます。あ、すごい、口の中が泳いでる。す
ゴールを探してます。え、ここに着きません。そのままここに座ります。はい、どうぞ。はい、絶対美味しい確定の中トロです。だってもうこの画面で真っ白、なんか白いよ、めっちゃ、うん、ピンクみたいな、うん、結構やばくない？マジ溶けるよね。はい、ということでもうそろそろ旅立ちます。はい、旅立ちます。悲しい、昨日来たんだよね。まあ、もう一泊あったら嬉しかったけど、ね、もちろん私たちの時間の使い方の効率の良さがやばい。今回やばかった、やばいやばい。まあ、スープカレーが並んでたぐらいだけど臨機応変にできたし、いい感じに、いいタイミングもだし、うん、もう全部大正解だし、お店もとにかく最高でした。はい、幸せ、お腹いっぱいです。お腹いっぱい。明日からファスティング始めます。調節始めます。調節します。ということで以上、お二人の北海道 Vlog、 ほぼもう食り倒れツアーみたいな感じだったんですけど、リコの方も1日目上がってるので、見てない方はぜひ見てください。じゃあ、バイバイ。お待たせいたしました。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い口は